今でもずっとヨモウのことを尊敬して生きている。思えば大人になってから勉強していないなと反省しているゆっくり霊夢です。ただの妄想に過ぎなかったヨモウは尊敬から勉強するように強制され、ロヒクも驚くほどの名将に成長したんですよね。五花のアモウにあらずという言葉にものすごく感銘を受けた、歴史から影響を受けやすいゆっくり悟りです。今回は三国志女性紹介。紹介するのは曹丕に寝取られるほどの愛情を受けたものの、晩年はその愛が尽きたのか自害を命じられた女性、秦婦人よ。彼女は陳寿が記した正史と義の歴史が書いてある義書では180度違う最後を迎えている珍しい女性でもあるのよね。むむむ。なんか歴史のドロドロしたものを感じちゃいますよ。さて改めて紹介するのは秦婦人。義の二代目皇帝である曹詠を産んだ女性。名家の生まれでもあり曹丕からも寵愛を受けたものの、なぜか急に曹丕によって自害を命じられた悲劇の女性。彼女は一体どういった人物なんですか？秦婦人は紀州中山郡無極県出身の人物で、漢の大捕秦岩の子孫で代々二千石の管理を輩出した名家の生まれの女性みたい。実際、彼女の父親である秦逸は彼女が3歳の時に亡くなった時にでさえ城西県令にまで任命されていたので彼女の家柄は五冠になっても衰えて、いなかったみたい。むむむ。紀州を代表する名家ってわけですか。秦婦人が成長するにつれて天下は平乱によって大いに荒れ、さらに飢饉も加わり農民たちは自分の持っている金銀財宝と、金持ちが持っている食料を交換してその日暮らしをしていた。もちろん秦婦人の家にはめっちゃ食料があったらしく、彼女の家にいる人はたびたび金銀財宝と食料の交換に応じていたみたい。この時、秦婦人はまだ14歳だったものの、彼女は母親に、我が家は世が乱れているのにもかかわらず宝石を買い込んでいます。罪なき者でも宝物を持っているだけで罪に陥れられるこの時代。さらに加えて周りを見ても誰もが飢えに苦しんでいるので我が家の食料を身内や地元の人々にタダで分け与え我が家の徳を周囲にアピールするべきです、と伝えたの。秦婦人の家の人々は彼女の言葉を最もと思い家を挙げて彼女の言葉に従ったみたい。タダでさえ金持ちってのは誹謗中傷の的になりやすいですからね。それが飢饉の時に民から金銀財宝を買っていたならなおさら。故に秦婦人は彼らからの中傷を避けるために民に優しく接しろと説いたわけですか。その後、秦婦人は北方を制した袁紹の次男である袁輝のお嫁さんになった。後に袁紹は曹操との大決戦である関との戦いで負けて病死し、袁紹の子らは父の後継ぎを狙って後継者争いの戦いを起こして彼らの勢力は大いに弱体することになった。その後、秦婦人の旦那である袁輝は優秀志士に任命されたものの、彼女は旦那の任期先には行かずに亡き袁紹の奥さんである劉夫人を守るため家業に留まり続けた。そして204年、曹操軍が行を攻め落とすと、秦婦人は曹操の子である曹丕の目に留まり曹丕は彼女を自身の妻として寵愛するようになったの。まだ彼女の旦那の袁輝は生きて、いるってのにね。むむむ。秦婦人は袁家に結構紳士に仕えていたのに、今度は曹丕の妻になっちゃいました。なまじ彼女も旦那が生きているだけに複雑でしょうね。陳寿の三国志とは別に、後に廃少子が付け加えた義書という書物にはいかに秦婦人が立派な人物か、どれほど曹丕に対して紳士に仕えたのかが結構長めにつらつらと書かれてもいるの。例えば曹操の奥さんの弁氏にも高校に仕え、曹丕が個人的に大嫌いだった妻である人氏を追放しようとした時には、人氏は名族であり追放してはいけません、と曹丕をいさめたりもしているの。でも曹丕は、人氏はうぜい女で私を何度も怒らせた。当然追放するべきなのだ、と反論した。なので秦婦人は涙を流しながら、曹丕様はずっと私を寵愛してくださり周りの人もそれをご存知です。故に人氏を追放してしまえば周囲の人々は私が曹丕様を惑わして人氏を追放したと噂するわず、私の顔を立ててどうかこれをおやめください、といさめたりもしているのよね。まあ曹丕はこの秦婦人の意見を無視して普通に人氏を追放したんだけども、むむむ、何度か曹丕を怒らせたぐらいで追放ですか。
罪が重すぎますぜ。その後、新夫人は宗妃との間に宗英と東郷公子という二人の子供を産んだの。220年、曹操が亡くなると宗妃は父の後を継いで義王になり、同年のうちに宗妃は漢王朝から禅譲を受けて義の皇帝に即位した。しかし宗妃は皇帝に即位すると前皇帝である遊興の二人の娘を自分の妻とした。さらに宗妃はこの時、郭氏、李氏、尹氏といった女性を寵愛していたの。なもんで宗妃は次第に新夫人を寵愛することはなくなり、彼女はついこの待遇に対しての不満を口にしてしまった。宗妃はこの新夫人の発言を知ると猛烈火のごとく怒り、221年に新夫人に自害を命じたのよ。正直、よくわかんない最後ね。新しい女性を気に入ったので、20年近く共にしていた女性である新夫人を邪魔に思っただけかもしれませんね。しかし義書によれば新夫人の最後は全く違うの。宗妃はたびたび新夫人を皇后に任命しようとしたものの、新夫人は自分の能力不足を理由にこれを見たびも断った。宗妃は折を見てもう一回、皇后にするという命令を布告しようとした矢先に彼女は病死したとされているのよね。むむむ。義書によれば宗妃はまだまだ新夫人のことを寵愛していますぜ。陳寿の記述とは全く違いますよ。後の歴史家である廃将氏はこのことについて、春秋の義によれば、大悪は歴史書には書かず、小悪程度なら事実を曲げずにこれを書くとある。宗妃が秦氏を皇后にせずにこれを殺害したことはもう様々な資料を見ても明らか。もし義の歴史家が秦氏殺害を大きな悪事と見ればもちろんこれを、書くし、小悪と考えたのならばこれほどまで秦氏を持ち上げる逸話を捏造はしなかろう。この義書は従来の歴史書とは書き方が全く違う。もろもろ私が推測すれば秦氏の徳を必要以上に描いているこの義書の記述は信用に値せず、陳寿が正史にこの義書の記述を書かなかったのは必然だ、と言っているのよね。廃将氏が調べた限りでは秦氏が宗妃に自害を命じられたことは明らか。にもかかわらずその悪事を隠しもせず、さらに秦氏を必要以上に持ち上げる義書は信用できないってわけですか。まあこの前提も秦氏が宗妃によって自害を命じられた、っていう前提が必要ですけどね。後に新夫人の子である宗英が宗妃の死後に皇帝になると、彼は亡き母に皇后の位を追贈しているのよね。なかなかに波乱万丈な人生を送ってきた人物だったわ。皇帝からの寵愛ってのは失えば命を落とすかもしれない、とても危ないものでもあることがよくわかる話でした。さていかがでしたでしょうか、今回の人物のことは。もしよければチャンネル登録や高評価をお願いいたします。感想のコメントや紹介してほしい武将のコメントも大歓迎です。優れた容姿と才能の両方を持っていた女性でした。それじゃあ今回はここら辺で。まったねー。